このすば。誕生日プレゼントとして可愛いモフモフちゃんと合わせてくれるって話だったけど。これ話が違うんじゃない？さっさと追い払うわよ。はあ？すまない、私たちもファンから教えてもらっただけで。そうそう、知らなかったの。えい、メリッサさんに喜んでもらえると思ったのに。うん、まあ確かめもせずについてきた私も私だわ。とにかく、悪いけどモフモフじゃないモンスターはお呼びでないの。今日はこれくらいで勘弁してあげるから、さっさと帰りなさ。うほうほ、子供のゴリマッスル。きっとみんなが言ってたこの辺りで見かける可愛いモフモフってあの子よ。本当にいたんだ。きゃわいい。成長する前ってこんな感じなのね。すごくいいわ。メリッサどうかな、喜んでもらえてるだろうか。当たり前じゃない、もう最高よ、モフモフ。持つべきものは情報通のファンよね。それじゃあ改めて、メリッサさん、お誕生日おめでとう。ありがとう。この世にまだこんなモフモフがあったなって、トレジャーハンターとして不覚だったわ。このスバ